はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩ザ仮面ライダーズ疾走するフォーミュラ編です。はい、1個300円で全4種類、ドライブタイプフォーミュラ、タイプデッドヒート、マッハ、ファイズです。前回のカブトに続いて今回もスピードライダーがラインナップされてて、ドライブ系はワイルドテクニックをすっ飛ばしていきなりデッドヒートとフォーミュラが来ちゃいましたね。外箱はこのようになってて、ファイズのみポージングバージョンです。ではレビューしていきます。まずはタイプフォーミュラ、はい、せーの、ドンと。そうすると、おー、さすがにクリアパーツは使われてませんけど、色分けは結構細かい。あ、パーツが2つ入ってて、これを後ろ側に差し込むことで、はい、タイプフォーミュラが完成します。全体はこのようになってて、ザ・仮面ライダーズでパーツが分かれてるのは珍しいですね。なかなかモールドが細かい。後ろも相変わらずメカメカしいですし、今回もかなりかっこいいですね。で、可動はいつも通り両腕がぐるっと回転するのみで、それ以外は固定。足裏は相変わらず大きいので、ドンと置いて自立します。去年の中間パワーフォームが勝ちどきアームズでしたから、どちらのザ・仮面ライダーズもなかなか派手です。続いてタイプデッドヒート。出すとヨット。お、真っ白。タイヤ交換シリーズがいまいち薄い顔だったので、そんなにザ・仮面ライダーズ版も期待してなかったんですけど、これはなかなかいいかも。あ、でも、デッドヒートマッハの部分は完全無塗装で、全体はこんな感じ。ホワイトの成型色を別に一部塗装。タイヤ交換シリーズがこれですから、こっちの方がテレビのイメージに近いですね。そう思うと、タイヤ交換シリーズはちょっと赤色が少ないかな。可動は共通で両腕がぐるっと回転します。それ以外は固定。そして仮面ライダーマッハ。これはかなり期待してます。絶対かっこいいですよね。はい、出すと、よっと。お、やっぱりちゃんとメタリック塗装してあって、おー、マッハ超かっこいいですよ。はい、全体はこのようになってて、ちゃんとラインも後ろまで入ってますし、基本はさっきのデッドヒートと共通部分は多いんですけど、色分けがいい感じですね。さすがにバイザーの上下はないですね。はい、近づいてみてもゴールドのライダーエンブレムとかマッハタイヤもいいですね。これはタイヤ交換シリーズと比べてもボディの真っ白さはテレビ本編通りですね。はい、ドライブ系3体を並べるところで、どれもほんとよくできてますね。やっぱりそう思うとワイルドとテクニックが飛ばされちゃったのがちょっと残念です。はい、4種類最後は仮面ライダーファイズ。もうすでにパッケージのタックンの名台詞がかっこいいですね。はい、では開けましょう。前回のカブトも相当よくできてましたから、ファイズはどうでしょうか。はい、出すと、おー、ポーズがいい。あ、今回は変身直後の手をバッとこう振ってる状態を再現するんですね。はい、出すと、やっぱりポージングバージョンいい。そして、なんかドライブ系よりさらに気合が入ってるような気がします。色分けめちゃくちゃ細かいですし、全体はこうで、特徴的な指先部分のデザインも再現されてますね。はい、近づいてみると、こんな感じ。これも共通で両腕がくるっと回転するのみで、それ以外は固定。ただ今回はポージングバージョンですから、腕を下げて、ドンと置けば、バッチリポーズが決まります。さらに兜を置けば、ハイスピードライダーのコラボレーションが完成です。両方ともポージングバージョンですから、ものすごく映えますね。さらにここにドライブを置けば、ハイガンバライジングのスピードライダーチームの完成です。この3人の組み合わせいいですね。こんな感じでカードと一緒に飾っても、さらにかっこよくなりますね。はい、ってことで食玩ザ・仮面ライダーズ疾走するフォーミュラ編を紹介しました。特に今回も突っ込みどころなくて全部よくできてますし、タイプフォーミュラに関してはパーツが分割されてましたから、その分前後のボリュームもありましたね。そして今回もポージングバージョンのレジェンド枠が本当にかっこよくって、このファイズは一番おすすめですね。これは売り切れる前に購入をおすすめします。以上、食玩ザ・仮面ライダーズ疾走するフォーミュラ編の紹介でした。
はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。